それでは第16期連勝位戦 A1 リーグ第9節シータク1回戦対局のスタートです、ね、怖いっちゃ怖いね。さあどうだ、パーマン積もった、うん、コロナがりリーチツもピンフドラドラ、裏ドラは乗らない。ここは2000、4000、2100、4100、大きな上がりとなりました。いやー、わかんないですね。あー、痛に、これは痛にがすぐに掴んだ、苦しい。コードは嬉しい上がりとなる。うらうら、リーチ一発、チートイツ、おもおもうらうら。1万6000の上がり、いやー、これちょっと。判断しましょう。え、どっち、はい、え、これは吐くぐらい打ちますよ、って中川。中川吐く打っちゃうぞ。ん、だからちょっと違う。あ、やんだ、やんだ、やんだよ。いや、ここは中川の上がりになるんですか。きつい。ここは中川の補充。中川粘っちゃった。粘りましたか。リーチ、チートイツ、ドラドラ。8000は8300の上がり、白田。何？これでパワー。あ、リーチ。リーチって言われて、これチーって言えますか、なんで。あ、これ補充だ。白田、このチーは谷への補充となりますね。はい。あら。うらうらになった。谷、白田から直撃です。リーチ、ピンフ、オモウラ。8000は8300。痛えな。順だ。あ、そこ今トップか、今トップだ。まだ天敗は出てしまう。リーチ一発タイヤを、いやー、これドラ1枚、これは8000点、中川さんのおかげで。タニーピンチ、うん、何これ、うわー、ピンだ。大丈夫は大丈夫、タイミングよく天敗してしまった。裏ドラ2枚乗るんですね。リーチ重も裏裏、8000は8300の上がり、コーノワンチョコはやばくない。でもあ、もう完全に医者に、はい、った。今積もりました。うん、さあ、谷の積も上がり。裏ドラの3層は乗りませんけれども、ここは、リーチ積も500戦は600、1100の上がりとなりまして、谷がトップを決めて2回戦が終了となります。はったー、谷の上がり。リーチ積も初チューン。裏取らなくても打点十分、2000、4000の上がり。中川上げ下げでかいな。いや、大きいですね。でも、いや、これは中川にとって、いや、痛えなって顔してますよ。あ、ちょっと悲しそう。あ、なんだ、急走だ、積もれました。中川いつもピンフドラドラ、裏欲しいけどここは乗らない。こらえた。うん、2000、4000の上がりです。いや、でも一つね、谷がもう猛攻してましたから。谷どうすんだこれ。どうしますかね。あ、スピンだ、ダメ打った。おー、これはタニーからの補充となった。12000、リーチ、イーペーコ、3色、12000の上がりとなった。これタニーも自己都合でですか。ワンチャンスだったんですね、ヤンピン3枚見えて。なるほど。いや、チートやるならもう、いや、ちょっとキューピン危ないな。キューピン危ねえじゃん。キューピンが一番見える。何にもないもん、この川。本当だ、うん、だってワンチャンスで。いや、キューピン危ないじゃないですか。だって連ピン一発ドラって、一発宝珠トッププラス決められる8000直ドラはやばいぞ。だってこれキューピン切りだもん、これだもん。パーピン3枚見えてる、うん、あー、キューピンになる。いやー、白田、これはガクッと一つ肩落とす。いやー、谷、ここはリーチ一発、ピンフドラ1、白田からの直撃となりました。8000は8900。河野もさ、にんまりじゃないの。いや、そうですよ、嬉しいですね、これは嬉しいですよ、河野にとっても。あ、ランピン一発で積もった。これはありがたい。白田、これは嬉しい上がり。裏ドラ乗りませんけど、リーチ一発積も3色チャンタドラ、ドラバイマンですね。うわ、ここで白田の4000、8000炸裂。親かぶったのは中川。これは中川絶望だ、絶望だ。ちゃんと中川の顔抜いていた。他3人が嘘、一発積もだ。河野隆、決定戦に向けてポイントが欲しい。リーチ一発積もピンフ、2600オール。てか有利なとこから攻めに行った感じかな。そうですね、中川に対するダメ押しみたいな、うん、なるほど。ここ勝負どこってことでしたか、河野にとっても一つ、うんうん、
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。